日向坂46、小坂直美セクシー女優が、若手イケメン社長と両思いになり、水着姿で、動画。小坂直美セクシー女優の水着姿、全身あり、愛のハイエナ2は、愛をテーマに人間の欲望をあぶり出し、つい覗き見したくなる瞬間にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティー。ニューヨーク、嶋佐和也、屋敷裕政が MC を務め、さらば青春の光、森田哲也、東ブクロがレギュラー出演。この日のゲストには、浅見ゆまと小島みなみが登場した。この日は、セクシー女優が本気で恋人探しをする人気恋愛企画、ピュアな恋しちゃダメですか、通称ピュア恋の第3弾の最終章が放送。ピュアな恋をしたい女性は、マリン、21歳、三田ますず、俊、24歳、末広淳、のぞみ、23歳、石原のぞみ、リリ、28歳、七つ森リリ、男性は、旅するインフルエンサーの鎖、26歳、会社経営の大輔、28歳、マッスルバー代表の湯野、36歳、俳優で映像クリエイターの聖太、34歳、モデルの吉祥、29歳、シーズン1のリベンジとして、途中からここみ、34歳、成瀬ここみ、が参加した。目鼻立ちがはっきりとしていて、スタイル抜群、小顔で色白のリリは、日向坂46、小坂直美激似と話題の美女、シャープ1では、年商25億円の会社経営者という大輔からサウナデートに誘われ、リリしか見てないと猛アプローチを受けた。ナンバー2では、気になる人に渡すブレスレットを大輔に渡し、私はアピールしに行くねと積極的な姿を見せた。その翌日、大輔はリリからもらったブレスレットをつけており、カップル成立と見られていた。最終告白の時、大輔を呼び出したリリ、長く付き合っていた男性のことを忘れられず、次の恋愛に進めなかったというリリだが、この人とならもしかしたら恋愛できるかもと思いました。私を変えてくれてありがとうと思いを伝えた。リリの告白に対して大輔は、一緒にお昼のデートに行けたらいいなと思いますと伝え、リリの告白は大成功。二人はお互いに近づいていき握手。大輔が、ハグしとく、と言うと、リリは、する、恥ずかしいと照れながらも大輔の胸の中に飛び込んでいった。小島は、ハグするのを、ありがとうと大興奮の声を上げた。その後、二人は水着に着替えてジャグジーへ。リリは、白のホルターネックのビキニ姿で、あったかい。これ出れないねと嬉しそうな笑顔を浮かべた。そして、私、若い男の子のガチ恋ファンが多いけど、心の準備は大丈夫と笑顔で無邪気に質問。大輔は、やばそうだけど、大丈夫と男らしく答えた。